今日は両チームそれぞれ22人ずつのエスコートキッズを引き連れての入場となりました。このゲームまずは前半の2分最後岩下がシュートを放っていきました。このゲームのファーストシュート、まあ立ち上がり結構福岡セットプレーのチャンスたくさんありましたよね。はい、そして30分、松本セルジーニョからこの高崎へのパス、うん、まあお互い隙を見せないようにつこうっていうところが面白かったですけどね、うん、そして48分、うん、デュドゥのシュート、体をこれ寄せているんですが、そうですね、そして49分、セルジーニョ自分で行きました。これは囲いよく取りました。我慢比べってよく言う展開でしたね。67分セルジーニョから高崎、枠を捉えましたがゴールに嫌われます。この辺の精度は高いですね最近の松本は。うん、そして68分、前田自分で行きました。ただここはこと岩下、うん、足を伸ばしています。まあ、かっこいいし素晴らしいセーブでしたね、はい、最後。73分ゴールのシーン、飯田です。まあこのワンプレーで勝敗決しましたね、はい、まあ、本当にセットプレーキック質の高さ、そして動き出しの質の高さ、これ両方が噛み合った場合はなかなか止めるのって難しいんですよね。それが本当に噛み合った素晴らしいゴールだったですね。そして86分、これは最後前田